働きながら学べる放送大学でキャリアアップを目指してみませんか。この番組では心理学関係、看護関係、教員、教育関係の人気の分野から心理学関係の資格を取り上げます。公認心理師、認定心理師、臨床心理師という3つの資格について3人の担当教員が資格取得までの流れや学び方のポイント、注意点などを詳しく解説。さらに放送大学大学院臨床心理学プログラムで学び臨床心理士の資格を取得、心理職として活躍する3人の修了生を紹介。臨床心理学の勉強をちゃんとすることで本当の意味で人の心というところにしっかりこう向き合っていくっていう心理職っていうことのですね、なんていうんですかね、業務守備範囲自体はですね、これからどんどん広がっていくと思うんですね。それだけにやりがいのある、仕事でもあるんです。学ぶことでやっぱり自分の成長にもつながりますし、心の世界というのは本当に奥深いということがですね、体感できるので。心理職を目指したきっかけや今の仕事内容、また放送大学での学びがどのように生かされているかなどを聞きました。心理学に興味がある、学んでみたいと思っている人は多いのではないでしょうか。放送大学でも心理学は人気の分野です。多くの学生が心理学を学び、せっかく学ぶのだからと心理学の資格を目指している人もたくさんいます。今回は数ある心理学関連の資格のうち、放送大学が取得を支援している公認心理師、認定心理師、臨床心理師の3つについて、それぞれの特徴や違い、注意点などを3人の先生方に詳しく解説していただきます。教えてくれる先生方は、心理と教育コースの森蔦子教授、専門は社会心理学、認知心理学です。次に公認心理師教育推進室室長の桑原智子教授、専門は臨床心理学です。そして臨床心理学プログラムの大山康弘教授、専門は心理臨床学です。では3つの資格について基本的な概要から見ていきましょう。まず最初にこの3つの資格の概要についてそれぞれ説明をしていきたいと思うんですけれども、最初に私から認定心理師について説明したいと思います。認定心理師という資格は公益社団法人日本心理学会が心理学全般について基礎的な知識や技能を身につけているということを認定するものということなんですけれども、その他の2つの資格についてはいかがでしょうか。まず臨床心理師について小山先生ご説明お願いしますか。はい、臨床心理師は、心理学 その基礎知識というのはもちろん必要ではあるんですけれども、その名の通り、臨床心理学を中心に認定する、資格であります。それは公認心理師も同じことだと思うんですけれども、で、臨床心理師にしろ公認心理師にしろ、認定心理師とは異なって、実際の、対人支援に関わるより専門的な、知識や技能、それを持っているということを、認定するものであります。で、臨床心理師の場合は、内閣府が、認可する、公益財団法人の日本臨床心理師資格認定協会が認定主体となっています。小原先生、公認心理師はいかがでしょうか。はい、公認心理師もまた臨床心理学に関わった資格です。で、実践に基づくといいますか、実践に関わるための資格と言えると思います。
ただ大きく違いますのは、公認心理師は国家資格だということです。2015年に公認心理師法という法律が定められまして、そのに基づいて資格が与えられます。で、この所管といいますか、それは文部科学省と厚生労働省という2つの、まあ、ところが主管してやっております。それでは続いて、まあ、これらの資格を、まあ、取得しようとしたらどのようなプロセスで取得できるのかということについて見ていきたいと思います。認定心理師は、まず、まあ、大学を卒業し学士の学位を取得するということ、それに加えて心理学関連の科目について大学で36単位以上 の、 その、認定単位を取得するということが必要になってきます。この際、この学士の学位というのは、まあ、4年生の大学を、卒業する水準の教養を身につけているということを証明するものでありますので、必ずしも、心理学の、に関する学士じゃなくてもいいという点が、まあ、一つ特徴かと思います。また、この心理学関連の科目についても、まあ、例えば他の大学や大学院で取得した科目であっても、基準にを満たした、内容のものであれば、まあ、単位が認められるということが、一つの特徴です。で、こういった、まあ、条件を満たすことができれば、日本心理学会の資格認定委員会に、まあ、申請をし、そして、まあ、書類審査のみで、資格を取得できるというのが認定心理師ということになっています。その他の2つの資格についてはいかがでしょうか。まず臨床心理士について小山先生ご説明お願いしますか。はい、まず、日本臨床心理師資格認定協会が、指定する大学院の修士課程を修了するということが必須条件になります。放送大学の場合、臨床心理学プログラムで所定の単位を取得した後、1年以上の実務経験、合計で1年以上の実務経験が必要となります。そしてこの受験資格を取得した後に資格試験を受験し、それに合格すると臨床心理師資格を取得するということになります。大山先生、臨床心理士に関しては一旦資格を取得してもさらに更新をしていかなければいけないということがあるんですね。そうなんです。5年ごとの資格の更新制度がございまして、まあ、一定の継続研修トレーニングをしていることを、まあ、証明する書類を出して、資格が更新されるということになっております。それでは続いて公認心理士について桑原先生ご説明お願いします。はい、公認心理師の資格取得のルートは一つではございませんで、特に今まだできたばかりなので経過措置と呼ばれるようなそういったこともありますからやや複雑なんですけれども、ここでは典型的なルートについて説明をしたいと思います。まず大学で大学における必要な科目と呼ばれるものを単位をすべて習得して卒業ということがまず第一です。これに対しては現在放送大学でも対応しております。次に2つのルートが分かれるんですけれども、その大学院で大学院における必要な科目、今度は大学院ですねにおける必要な科目っていうのを全て習得して修了するか、あるいはですねその大学学部を卒業した後に法の規定する認定施設で2年の実務経験という、この2つの方法があります。で、実は今日放送大学では大学院の対応ということがスタートしておりません。で、もう一つのこの法の規定する認定施設というのも全国でごく限られたところしかないものですから、なかなかまあ難しいんですけれども、まあ、この2つの道があります。そうしてやっとですね受験資格というものができます。で、資格試験を受験し合格しますと国家資格が得られるという、まあ、そういうふうな流れになっております。まとめますと、認定心理師は、まあ、学部で、臨床心理師は大学院で、公認心理師は、まあ、典型的なルートで言いますと学部と大学院の両方で必要な単位を習得するということになります。また、認定心理師は書類審査のみですけれども、公認心理師と臨床心理師は、まあ、大学院でその、所定の科目を、取得しても、そこで得られるのは受験資格のみですから、その後にさらに資格試験に合格する必要があるということかと思います。
加えて、公認心理師と臨床心理師では、その受験資格を得るまでに実務経験が必要な場合があった、あるというようなことにも認定心理師とは異なる点かと思います。いずれの資格も大学だとか大学院で、所定の心理学の単位っていうのを習得していかなければいけないわけですけれども、そこで、あくまでも所定の、単位ということですので、どういった、科目を履修するのかということが、決まっているわけです。でそれらを見ていくとそれぞれの資格の特徴というのも見えてくるかと思いますので、次にその所定の科目ですねというのを見ていきたいと思います。まず認定心理師ですけれども、認定心理師は、学部でまず心理学のすべての領域に、共通するような知識や技能、具体的には心理学概論とか心理学研究法とか心理学実験だとか、こういったものに関して、科目を履修して単位を習得するということが求められています。でそれに加えて、幅広い、領域の基礎的な知識を身につけるということが、必要ということで、こちらに選択科目というふうに書いていますけれども、選択科目では、5つの領域から3領域以上の、で、必要な単位を習得するということが求められています。このカリキュラムを見ていただいても、心理学について、基礎的ではあるけれども、幅広い知識を身につけるとともにその心理学的なものの見方考え方、あるいは自らの力で、調査したり実験したり、そういった力、技能などをですね身につけるということが、この資格では求められているということが、分かるかと思います。それでは次に公認心理師のご説明をお願いできればと思います。はい、このスライドにありますように大学における必要な科目というのがずらりと並んでおります。で右の方にあるのは大学院における必要な科目で、これはですね選択ではなくてこれを全て取らねばならないということになっています。この、 科目の内容ですね、それの内容も全て法律で定められていまして、適当に取るというわけにいかないといいますか、かなりの科目数になると思います。この大学における必要な科目というのを見ていただくと分かるんですけれども、臨床心理学にとどまらずにかなりいろいろな分野、特に学部段階では心理学のさまざまな分野のことを学ぶということが大切にされています。で、これはですね、公認心理師が目指しますのがいろんな現場、医療領域、教育、福祉、産業、さまざまなところがあるんですけれども、そういうところで他の職種の方々と一緒にお仕事をするというそういう特徴があるんですね。それを目指しているといいますか。なので、そういういろんなさまざまな領域のことを学ぶということが必要とされています。もう一つはこの24、25にあります心理演習、心理実習というこういう科目があります。これはですね、実際にやっぱ現場に行って、直接に学ぶという体験をする、演習も実際に実習を行いながら自らがそのいろんなことを体験しつつ学ぶということを、重視していまして、学部の方でも80時間以上の実習が義務付けられています。心理演習、心理実習に関しましては一人の教員が、見れるといいますか、学生さんの人数が限られています。これも法律で定められているんですね。ですので非常にこれはもう厳しいというか残念なことなんですけれども、放送大学でも定員というのを決めています。現状では30名です。で、多分数多くの方がねご希望されると思うんですけれども、じゃあみんな受けていいよというわけにいかないという、その難しさがあります。病院とかに行きますので、例えば一度にですね100人ぞろっと行くわけにはいきませんから、やはり1回行ってせいぜい5人ぐらいなんです。どのくらいに今ちょっとコロナの影響がありまして、なかなか実習も難しい状況にもなっているので、そのために定員を30名としています。で、その30名どうやって選ぶかっていうのも本当に難しいところなんですけれども、一応放送大学では選考試験というのをすることにいたしました。1次と2次と2回、しますが、丁寧にできるだけ本当多くの方に来ていただきたいんですけれども、その中で、限られた方だけがこれを受験できる、そしてこの
科目を受けられるというふうな、まあ、そういうことになっています。はい、それでは続いて臨床心理士についてもお願いできますでしょうか。はい、臨床心理士は、まあ、公認心理士と異なりまして、大学院のみの、カリキュラムになっております。今出ておりますのは放送大学臨床心理学プログラムの、2021年度の、カリキュラムになります。まあ、大きく分けて必修科目と、選択必修科目っていうのがあるんですけれども、まず必修科目、これは全部を、単位を取得しなければなりません。でこの科目は、まあ、要するに臨床心理士の、専門的技能に関する、面接、それから、心理査定、まあ、それらに関する、まあ、基礎的な、まあ、知識で、そしてそれを応用につなげていくための、まあ、知識で、それに加えて、臨床心理実習というのがございますけれども、これは合計で90時間、現場に出て行って、臨床心理士のさまざまな分野で、まあ、実習を行うというものであります。そして、研究指導が8単位とありますが、これは臨床心理士資格の、一つの特徴でして、修士論文を書かなければならない。臨床心理士の、職能の中には、まあ、面接と心理査定と、地域援助と、そしてもう一つ研究というのがあるんですね。まあ、そのために研究ということも必須になっております。でさらに選択必修科目、これは臨床心理学を学ぶ上で必修科目がちょうどこう縦糸だとしたら、選択必修科目はそれを貫く横糸ですね。で A 群が、まあ、その研究に関する、科目、そして B 群が、教育発達に関する科目で、 C 群が、まあ、社会に関する科目で、 D 群が、医学に関する科目、そして E 群が、地域援助コミュニティに関する、まあ、科目という、まあ、こういう構成になっております。それでは続いて資格取得をした後ですね、これをどんなふうに役立てることができるのか、あるいは、まあ、場合によってはこれをこの資格を取ることによってどんな仕事に就けるのかということを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、まず最初にですね、認定心理士に関してはこれは心理学的なものの見方や考え方を身につけるっていうようなのが、まあ、この、認定心理士の目指すところでありまして、職能資格ではありませんので、認定心理士を取ってこれで、まあ、何か具体的な仕事に就けるといったような、そういった性質の資格では、まあ、残念ながらないわけです。ここでは、公認心理士と臨床心理士を中心に、まあ、その業務や職域ということについて見ていきたいと思います。まずじゃあ公認心理士の方を桑原先生ご説明いただけますか。はい、公認心理士の業務と呼ばれるものも、これもまあ法律に定められていて、ここに書いてありますように4つですね。心理に関する支援を要するものの心理状態の観察、その結果の分析、それから心理に関する支援を要するものに対するその心理に関する相談および助言、指導、その他の援助、それから心理に関する支援を要するものの関係者に対する相談および助言、指導、その他の援助、それから心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供というふうに定められています。ですので、まあ、一般にこうイメージされるカウンセリングというね、なんか困った方のご相談を受けるっていうだけではなくて、その方の周りの方も含めますし、ご家族あるいは学校の先生も含んだりもしますし、それから健康、心の健康ということですね。単にこう病気になったとか、まあ、しんどい状態というだけじゃなくて、心の健康に対する、まあ、助言をしたりとするような仕事も定められています。それで職域なんですけれども、保健医療分野っていうのが一番最初に書いていますが、公認心理士の場合、まあ、医療領域において特に公認心理士という資格が、まあ、あることが望ましいとされているのではないかというふうに思います。ただし医療領域だけではなくって、福祉、教育、司法、犯罪、産業、労働とここに書いております、さまざまな分野で、まあ、働く機会というものがあるということになります。ただですね、まあ、現状公認心理士を取ればもうすぐにお仕事があるという状況では
まあ、とは言えないと思うんですね。まだ公認心理師はできたばかりの資格でもありますし、で現在はほとんどが今臨床心理師をとすでにお持ちの方が公認心理師を取っている、臨床心理師であり公認心理師でもあるという状態です。ですのであんまりその辺が分化されていないことになっていますし、今後公認心理師という資格がどれほど求められて、それで何ができるのかというのもまだやはり未知数というふうにしか言えないとは思いますが、まあ、なんといっても国家資格ですので、まあ、基本的にはですね、いろんな領域でぜひ必要とされる、資格になってほしいなとは思っています。大山先生、臨床心理師についていかがでしょうか。はい、職域はほぼ公認心理師と重なる、さまざまな分野で活躍されることが期待される、職能ですね。で、この今出ている表の中では教育分野が一番上に来ておりますけれども、これは臨床心理師の職域の中でも重要なものでして、例えばスクールカウンセラーなど、そうした教育関係での活躍というものが現在多くございます。それから業務の方ですけれども、公認心理師と重なる面も多いんですけれども、その中でも特に心理面接、それから心理査定、この2つをさらに特化して専門的に行うというような性質があるかと思います。その他臨床心理的地域援助というコミュニティに入っていく支援、さらに先ほど申しました研究というもの、これが業務になっています。今お聞きすると公認心理師、臨床心理師、よく似ているというふうに理解してもよろしいんでしょうか。何かそれぞれの資格の特徴だとか違いといったようなことって何かありますか。現実的には臨床心理師を持っている方が公認心理師を取っているということで、運用の実態としてはかなり近いものでありますよね。でもしかしながら、やはり、それぞれが相補う感じで、コンセプトが、異なるものとして、その先ほど のカリキュラムの説明にございましたけれども、そうした違いがあるので、今後、それぞれの、ところで、また専門的に分化していく、そういうふうになっていくんじゃないでしょうか。はい、確かに私もそう思います。それで先ほど言いましたように、まだこれからねどうなっていくか少し公認心理師の場合は分からないところがあるんですが、やはり国家資格であると先ほど申し上げましたが、それは大きな特徴ではあるかと思います。で、対外的にといいますか、いろいろな職種の方とお仕事をしますときに、あなたは何をする人ですかって言われたときに、公認心理師ですというふうに、そういうアイデンティティといいますか、そのことをはっきり言えるお仕事になるかと思うんです。ただしですね、それは裏を返せば、非常に大きな責任が生じるということでもあるかなとは思っています。私の意見としては、お互いが補い合いながら、それぞれが役割を果たしながらといいますか、この領域がもうどっちだけでも多分ダメだと思うんですよね。両者で協力をしながら難しい面を克服できていったらなというふうに思っています。それではここからは、放送大学大学院臨床心理学プログラムで学び、臨床心理師の資格を取得、さらに公認心理師の資格も得て、心理職としてさまざまな分野で活躍する3人の修了生を紹介します。高田俊博さんです。臨床心理士、公認心理士、シニア産業カウンセラーの3つの資格を持ち、現在は損害保険会社のグループ会社で企業の従業員のメンタルヘルスをサポートする仕事をしています。東京赤坂の職場に高田さんを訪ねました。いらっしゃいませ、東京海上日動メディカルサービスの高田です。高田さんは2004年放送大学大学院臨床心理学プログラムに入学、2008年臨床心理士の資格取得をきっかけに公認心理士、シニア産業カウンセラーの資格も取得しました。もともと損害保険会社で営業などを担当していたという高田さん、
ある時、部下の一人がうつ病を発症したことが心理職へのキャリアチェンジの転機となりました。精神科医とか主治医とか、その時初めて臨床心理士という人に会ったんですけど、その人たちと一緒に連携しながらですね、対応している中でですね、この会社における企業におけるですね、メンタルヘルスサポート、メンタル不調者に対するケアっていうのはもう本当に重要っていうか必要性があるなっていうことをすごく痛感したんでですね。臨床心理士の資格を得て職場を変えた高田さん、仕事内容はどういったものなのでしょう。企業の従業員のメンタルヘルスをですねサポートするプログラムなんですけども、アメリカ発祥のプログラムなんでそのまま EAP と呼んでるんですけども、このプログラムをサービスする提供するですね仕事を主にやっております。 EAP とは顧客企業の従業員のメンタルヘルスをサポートする業務で、カウンセリングやメンタルヘルスに関する研修などが主な業務になります。また最近ではストレスチェック制度が法制化されましたので、それの集団集計による組織分析とかですね、その組織分析の結果によって、ストレス状況が高い職場の職場環境改善活動みたいなこと、いわゆる組織への支援みたいな、組織アプローチみたいな仕事もですね増えてきている。高田さんはこうした仕事に向き合う上で重要なことを放送大学で学んだといいます。そもそも放送大学っていう大学がなければ、私こうやって一般の会社員からですね、臨床心理士へというキャリアチェンジに成功できてないんでですね、もう大変放送大学っていう存在自体が大変恩義ある大学なんですけども、一番力を入れてもらったのが、いわゆるアセスメント、一言で言うと評価というんですかね、医者ドクターで言うと何て言うんですかね、診断みたいな格好ですね。どこの分野でもそうだと思うんですけど、アセスメントスキルっていうのはねものすごい重要なんです。でこの重要性とかアセスメントスキルの勉強の仕方をですね教えてもらったっていうのはすごく今も生きてますし。では放送大学で心理学を学ぶ方に高田さんからのアドバイスです。心理職っていうことのですね、なんていうんですかね、業務守備範囲自体はですね、これからどんどん広がっていくと思うんですね。特に産業界においてはですね顕著だと思います。それだけにやりがいのある、仕事でもあるんでですね、我々と一緒にですね、ぜひ活躍していただくことをですね、大いに期待しているっていうところですかね。森さと子さんです。芸術療法士として佐賀県の病院に勤務、主に絵画療法を担当しています。佐賀県嬉野市、温泉とお茶で知られるこの地に森さんが勤める嬉野温泉病院があります。この病院で統合失調症やうつ病、そして認知症高齢者の患者さんに対して森さんが行っているのが芸術療法、中でも絵を描くことを中心とした絵画療法です。患者さんがこの、絵を描いたりですとか、いろいろな表現をすることでその方の自己注力を引き出して治療の支えにしていくという療法になります。美術系の大学でデザインを学び、グラフィックデザイナーとして働いていた森さん、絵画療法の存在を知り心を惹かれた森さんは本格的に学びたいとイギリスの大学院に留学します。帰国後は芸術療法士として新たな一歩を踏み出しますが、でも なんかこれでいいのかなっていうか、なんかそれ以上にいけないような感じがしてですね、もう一度しっかりと学び直したい、こうした思いから森さんは2015年臨床心理学プログラムに入学、2018年に臨床心理士と公認心理士の資格を取得しました。嬉野温泉病院は日本でいち早く心の病気の治療に芸術療法を取り入れたことで知られ、敷地内には患者さんの描いた作品を展示する美術館もあります。
こちらの3枚は統合失調症の男性が戦争体験を描いたもので、兵士として出征していたラバウルでの思い出です。初期の作品では大きく荒れた状態で表現されていた海が、描き続けることで穏やかに変化しているのが見て取れます。最初かかってその病院船の絵からこの無題の絵になるまで25年かかってるんですけども、やっぱり落ち着いた海でこう本当にこう気持ちの穏やかになられたっていうのがすごく伝わって、私は感動しました。森さんが今も心に残るものは、放送大学での教授陣の熱意あふれる指導だったといいます。なのでやっぱ大学院のも教授の先生方のやっぱりこう生の先生方に教えていただくっていう、あの面接授業とかが本当にあの勉強になりました。寄り添うっていうのはこういうことなんだなっていうのを本当に体感してですね、でやっぱそれを知ってからも患者さんにちゃんと寄り添えてるかなっていうのを本当いつもあの心がけるようになりました。現在も専科理修生として在籍し、放送大学で学び続けているという森さん、今の仕事でやりがいを感じる瞬間は、中学生とか高校生のあのやっぱり自傷行為とかちょっとしたことでもこう機嫌が悪くなったりとかしてた子たちがこう自由に絵を描いたりとか、すごく楽しかったって言ってくれて、まあ、普段のこの生活では内面を絵画療法の中で見せてくれる時とかが本当に良かったなというふうに感じます。佐竹明子さんです。社会福祉士として長年仕事をしてきましたが、放送大学で心理学を学び臨床心理士の資格を取得、現在は川崎市の病院で心理士として勤務しています。千葉市幕張の放送大学本部です。臨床心理学プログラム時代、佐竹さんの修士論文を指導した大山先生を訪ねました。佐竹さん、本当にお久しぶりです。お久しぶりです。佐竹さんは社会福祉士をしながら、まあ、あの心理の勉強してみようと思われた、どんな経緯があってのことなのか、そこをお聞かせいただいていいですか。はい、私はあの卒業してからもうずっと、社会福祉士として、長年、働いてきたんですけれども、高齢者の方に、人生の語りの本作りを共に作るというライフレビューブックというものの作成に携わったというのも一つのきっかけではありました。ライフレビューブック、はい、その関わりの中で、もう一度ちょっとしっかりと人の心や人生と向き合うその心理の方に、仕事を変えるといいますか、あのもう一度勉強したいというふうに思いました。どうでしたか、思っていた心理のイメージ、そして実際にこう学んでいた心理のイメージ。そうですね、やはりあのこの臨床心理学の勉強をちゃんとすることで、本当の意味で人の心というところにしっかりこう向き合っていくっていう、そういうところでは求めてたイメージとあのすごく合致する勉強ができたなとは思います。なるほどね、はい、佐竹さんは2019年に臨床心理学プログラムを修了し、同じ年に公認心理師資格を、2020年には臨床心理師資格を取得しています。公認心理師、そして臨床心理師、どことで言ってその2つってどんな風に違うっていう。そうですね、やはりあの公認心理師の方は幅広くしっかりこう心理の知識ですとか制度というものをあのしっかり理解していることっていうのが、そうですね、公認心理師の方、臨床心理師の方は、あのより深くそのクライアントさんの心をしっかり向き合って、どう自分があの対応していくのか、あのっていうところを深く、もう一歩深くこう、必要とされているというふうな。なるほどね。佐竹さんとしては
それは臨床心理士として活動する中で大切にされているというのはどんなことですか？臨床心理士として、一番思うのが、その人の心と魂ごとこう受け入れるといいますか、そこを見るというところでしょうか。佐竹さんが、ね、以前おっしゃってた言葉でとても印象に残っている言葉で、終末期の魂に寄り添う、ということが自分の使命だっていうふうに、おっしゃってたと思うんですけど、終末期の魂と寄り添うっていうふうな表現をさせていただいたのは、高齢者の方とに関わらせていただいている時に、その方が、その重ねてきた人生のこういいことも悪いことも全て受け止めて、その魂、私の魂で、年齢は違いますけど、その方の魂を目の前にして、共にあるといいますか、共にこう、進んでいくっていうところを大事にしています、それは本当に臨床心理士の職能として非常にこのやっぱり大切にされている。臨床という言葉自体が、床に臨むですからね、終末期の本当に臨床の本質につながることですね、ありがとうございます。では最後に、放送大学で心理学の資格取得を目指して学ぶ皆さんへアドバイスです。心理学っていうのは非常にこう多様な幅広い分野からなる実は学問なわけですね。でそういったことってなかなか学んでみないとわからないというところもあるわけですけれども、認定心理士を目指していただいて、そこでいろんな分野の心理学というものに触れていただくことによって、心理学的なそのものの見方や考え方っていうのを身につけていただいたり、心理学ってこんなこともやってるんだっていうことを知っていただく、そういったことは皆さんが今実際にしているお仕事だとか、あるいは日常生活にもきっと役に立つだろうというふうに私自身は思っているところです。ですから、多くの方に、認定心理士というのを、一つの心理学を学ぶ上での、ガイドラインとして目指していただけるといいかなというふうに思っているところです。大山先生、臨床心理士についてはいかがですか？臨床心理士は大学院で教育を行っているということのその辺の強みがあると思うんですね。と言いますのも、他の心理学関連の資格を取得して、すでに心理職として活躍されている方でも臨床心理士の資格を取るために大学院に入学してくる、そうした方が結構いらっしゃいます。すなわち自分の心理職としての専門性を深めていく、そうしたことが期待できる資格だと思うんですね。でそれと一見逆ではあるんですけれども、学部段階では心理学の勉強していなくても、受験できますので、もちろん心理学の基礎知識というのは必要ですけれども、例えば、人文科学であるとか芸術とかそうしたことを学んだ方が、そこで、の経験ということを臨床心理学というものの中に生かすこともできる、そうした可能性もある資格だと思います。ぜひ自分の対人支援の専門性を深め広げたい方にこの資格を目指していただきたいと思います。小原先生、公認心理士はどんな方に目指していただきたいですか？そうですね、公認心理士を目指される方というのはさまざまな方が動機があると思うんですけれども、例えば人の役に立ちたいとか、あるいはご家族なりご自分のお仕事なりを通して何らかの意味で勉強して役に立てたいというふうな、そういったモチベーションもあるかと思うんですね。でただなかなか現実にはですね、そう思った通りに難しいと言いますか、やれないんです。そういう意味でもなんとなくやってみたいではやっぱりちょっとできない領域かなというふうに思うんですね。ただもしなんかそういうことを考えたいとか、あるいはご自分のことを考えたいでもいいんですけれども、そういったことがある場合に目指されてお仕事とされるということに非常に生きがいもある、そういう仕事でもあるやりがいもあるお仕事だと思うんです。なのでちょっと矛盾したことを言ってなんか引っ張るようで話すようなちょっと言い方をしましたけれども、ある種の覚悟といいますか、内容をですねしっかりと明らかにした上で目指していただきたいと思うんです。はい、
今桑原先生から覚悟って言葉も出てきましたけれどもあの、ね資格を取るためにはまあそれなりにやはりまあいろいろな面でコストもかかるわけですから、あの覚悟を持って自分が目指すべき資格は何なのかっていうことをよく見極めて頑張っていただきたいと思います。最後に桑原先生からもう一言、皆さんに何かエールといいますか、はい、メッセージはありますでしょうか。はい、そうですね、まあ、あの資格を、ね、多くの方が目指してくださると思うんです。でただし、まあ、取れないということもありますよね。で例えばですけども、ご自分のことを考える、先ほど言いましたようなあの家族のことを考える、あの仕事場のことを考える、そのことだけに対してだけもあの非常に良い科目が揃っておりますので、なんだかこう資格だけを目指すっていうんじゃなくって、まあ、様々なこう学びの場として、まあ、この道を利用していただけたらなというふうに思っております。大山先生からもよろしければメッセージを。はい、はい、私もあの同じようなことを思います。資格っていうのはそれは自分にくっつけるラベルじゃないんですよね。あの自分が、一貫した生き方をして、そして、一貫して学んでいくという、その先に、まあ、資格というものがある。目的というよりも、まあ、一つのゴールとして、あるいはそこから先に行く通過点として、そうしたものとしてぜひ考えていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。放送大学ウェブサイトには、放送大学で目指せる資格として、認定心理士、臨床心理士、公認心理士の3つの資格のページがあり、取得までの流れや学ぶ上での注意点などがそれぞれ詳しく紹介されています。このうち認定心理士は、資格取得に必要なすべての単位を放送大学で習得することができます。ただし新型コロナウイルスの影響により、心理学系実験科目の面接授業は履修しづらい状況となっています。面接授業の申し込みが定員を上回った場合は受講が抽選となるため、ご自身の計画通りに履修できない場合があります。ご注意ください。公認心理士は学部段階の対応カリキュラムを開設していますが、学部段階での要件を満たすだけでは公認心理士試験の受験資格を得ることはできませんので、ご注意ください。心理演習、心理実習の履修については、年1回実施される選考試験に合格する必要があります。年度ごとに公表される心理演習、心理実習受講のための選考試験要項をよく読むとともに、ウェブサイトなどで常に最新の情報を確認するようにしてください。また放送大学ではこのようなパンフレットも用意しています。全国の学習センターで配布しているほか、放送大学ウェブサイトからも見ることができますので、ぜひ参考にしてください。資料の請求などお問い合わせは放送大学まで。電話番号は 043-276-5111 043-276-5111 です。放送大学はあなたの学びを応援します。